3月19日です。3月19日です。早い、本当に早いわね。もう3月19なんて。あ、友達誕生日だ、おめでとう。おはよう。今日も誕生日いるし、明日も誕生日の子いるわ。友達。いいね。なんかね、めっちゃ覚えてる。なんか卒業式とかと被るんよ、確か19って。で次の日みたいな。誰かはいまいち覚えてないけど、あの子かあの子だなーっていうのは覚えてる。5日前には誕生日でした。おめでとうございます。やっぱね、お誕生日っていいよね。そう、卒業シーズンだからね。うん、まあ前 MC で言った早食いとか5時とか卒業したいんですけど、あと卒業したいのがなんだろうな、卒業したいこと、うん、確かに美月ちゃんが言ってたけど遅ね。そう、遅ねをね、卒業したいです。あとはうん、花粉症から卒業したいです、できるものならば。モデル時代のあなちゃん公開ありがとうございました。こちらこそ見てくれてありがとうございました。今日は公式もそうだしアメブロもそうなんで、はい、あれがアナンの小学6年生の頃でした。やっぱり前髪上げた方がいいなって改めて思うね。どっちが人気なんだろうね。おはよう。でもさ、前髪長くしたらもう下げれないもんね。短い分にはさ上げれるんだけどさ、え、花粉症治ってた。え、それは多分治ってないよ。それは多分ね、あ、治ったのかな。え、すご、何、魔法使えるのすごすぎ。いいな。
いいな、いいな。え、花粉症ってやっぱ治るの？相当運良くない？それ相当運いい人でも、でミキちゃんみたいに持ってる女でも多分治んないやつだよね。すっげー、取り直せんなら直したいね。うん、卒業したいわ、切実にそう思う。やっぱ卒業したくても卒業できないもんってあるからね。1年だけとか、だいぶパッツンだね。それはめえね、なんか昼間とか痒くなるんだけど、なんかたまにめっちゃ痒くなる。いきなり来る痒いのって。いやさ、書いちゃったらさ、また痒くなるってわかるけど、なんか書いちゃうよね。そうやって言うと痒くなってくるね。やばい、ダメ、書いたらダメだよ、絶対書いたらダメだよ。いやいや、それ多分治ったっていうよ。すごい、と遅れてない。アナンが早く始めちゃっただけで。夕日の中、汗にまみれ、日本物なら気にしてたよね。何が人気なんだろうね、公園のさ、ウィアーの、ウィアーグロウングアップ公園の中だと。まあでもね、シーズンチャイラブとか強いよね。ダウトも人気だよね。ね、大人っぽいよね。アナももうさすがに大人っぽいと思う。ね、主人カラオケ入ってたらいいのにね。なりそう。確かにね。こんな犬の子影、磨き出してしまう。アナもなんか自分がやってるっていうか、みんながやってる、自分8人がやってるのをなんかアナもやってるけど見たい。分かる、なんか分身してなんか VR みたいな、なんだなんか現実 VR みたいな、分かる、なんて言うんだろう、なんかアナが2人いて1人は見たい。やっぱりね、あの画像じゃなくてね、生で見たいです。絶対ね、思うことあると思うんだよね。おはよう、絶対いいと思う、それ。でもなんかわりかしみんな言ってるよね。誕生日が同じですだって。
次になんか同じ誕生日の人って何人いるんだろうね。本当にもう同じ誕生日の人ってちょっと同じ誕生日の人って一回集まりたい。どんだけ大変なことって思うけどね。2人いればいいのにね自分。そしたらさ絶対さなんかもし友達と喧嘩してもさぼっちになることないじゃん。まあ今日喧嘩しないけど安心だよね。まあさ365人の中の1人でもたまにクラスにさ3人とかいるじゃん。あれはなんだろうね、すごいよね。でも7月ってなんかめっちゃいるイメージ。アナの学校めっちゃ多かった。小学校が多かったんかな、なんか多かったな7月。うん、多かった。なんか7月ってすごいなんかやんちゃな子が多いイメージだった。アナが抜いて野菜だったら歌える？じゃあお願いしたいです。なあ、そんな。同じ誕生日の人口は70億人。夏生まれだからそういうの関係あるのかな。なんか最近好きな季節聞かれるとめっちゃ困るんですよ。なんか冬もやっぱ寒いなと思って、春も花粉つらいなって思って、夏めっちゃ日焼けするなと思って、秋なんかめっちゃなんか飛んでるなって思って、虫が。梅雨雨だしなと思って、困ってる。今までは冬って答えてたんだけど、冬もやっぱり寒いなと思って。まあでも夏派か冬派でめっちゃ分かれるよね絶対。本当にそれなんか夏にめっちゃ暑い時に、あ、今冬が来ればいいのになって毎回思う。本当に、あー夏休みね。寒いの立つのですよね。そう、冬しかさ虫はさいない季節は冬じゃん。だれ本当に虫が嫌いなら冬洗濯だけど、だから蜂よりなんかちょっと秋らへんに出てくるなんか虫が嫌なのかな。はだから秋も嫌な、なんか冬寄りの秋とかはいいと思うけどね。もうちょっと寒くなってきましてみたいな。じゃあロンティーかなみたいな。あ、そうそう、カメムシかな、なんだろう、なんかそういうやつ、トンボのなんか蜂混ざってるよみたいなやつ。スタイルいい系もあるけどね。
そう、春花粉があるからね。最近ちょっと落ち着きました。最近ね、ほんと最近。ああなるほどね。あ、服で言ったら春夏秋冬全部好きだけど迷うね。あ、それ迷うわ。夏かは、あ難しいわ。30超えるときついよね、ちょっとね。はい、ってことで1373人の方ありがとうございました。コメントしてくださった方ありがとうございます。祝ありがとうございます。ギフトと星投げてくださった方ありがとうございました。それではまたの、バイバーイ。ありがとうございます。